こんにちは、激辛クイーンの川島美恵です。以前にラスボスという唐辛子のお菓子を食べたんですけど、今日は唐辛子を揚げたらそれっぽいお菓子になるんじゃないか企画。できた。揚げてる時からすごい辛い匂いが今もこの辺カプサイシン、どうなんだろう。ちょっと塩をかけてみましたが、美味しいのかな。衣をつけたバージョンと素揚げのバージョン、そして丸のままのバージョンを作ってみました。じゃあいただきますね。素揚げの方からいただきます。辛いね。適当にやってみたんだけど、高温で短時間揚げた感じにしましたらちょっと焦げちゃった。低温でゆっくり揚げた方がちゃんとできるのかもしれない。美味しくはない。衣をつけた方、衣をつけた方くっついちゃったんだよね。衣はサクサクで一瞬美味しいかなと思うんだけど、中から出てくる唐辛子がサクサクではないので、あのお菓子みたいにはならん。これはくっついちゃったねなやつ。衣がいっぱいだとちょっと美味しい。衣の中から出てくる唐辛子がなんか美味しくないんだよね。そして最後に辛い。やっぱ売ってる商品のようにはいかないね。あ、辛い。で、丸のまんま揚げてみたんだけれども、いただきます。辛っ。辛っ。丸のままだと全然違う。種とか胎座とかがしっかりついちゃってるからなんでしょうね。辛っ。見てくださってありがとうございました。もしこの動画を見て辛そうだなと思ったら、ここをポチッとチャンネル登録お願いします。またね。